ここは大阪地下鉄長堀橋駅です。地下街クリスタがあって、その周りは大きな幹線道路があると便利なところですね。地下街はこんな感じです。レストランがあって、でクインテッサホテル大阪心斎橋っていうのが近くにあります。ここに泊まります。ホテルの周りは小さな食堂とか、まあ便利なところですね。ロビーこんな感じです。綺麗ですね。でですね、このホテルは漫画が借りれるんですね。8000冊もあるんですよ。で宿泊者は無料で借りれて自分の部屋で読むことができます。宿泊者以外の人は500円、で借りれます。はい、自販機があって、ランドリーですね。2機とあとは製氷機があるんですね。1回300円で乾燥機が30分100円と。はい、では客室フロアですね。フロアこんな感じです。綺麗ですよね。で鍵はカードをかざすタイプです。日差しがよく入って中が明るくていい部屋ですね。で広いですよね。シングルで予約したんですけども、無料でダブルルーム、アップグレードしてもらいました。はい、ハンガーと消臭スプレーですね。でスリッパ、靴磨きのシューズ、靴べら、ブラシ、荷物を置くチェアですね。エアコンと。空気清浄機。バスルームはこんな感じですね。はい、結構広かったですね。トイレはもちろんウォシュレットで。タオル、バスタオルですね。で、アメニティも全部揃ってました。シャンプー、ボディーソープにコンディショナー。バスタオルがこれ結構でかくてですね。はい、快適でした。はい、水圧も温度も問題なしです。部屋、こんな感じですね。ベッドがね、やっぱダブルルームなんででかかったですよね。机と椅子、まあこんな感じですね。まあ、背もたれがないのがちょっとネックだったんですけども、まあ、快適でした。ランドリーバッグと説明ですね。で卓上のライトがあって、内線の電話、ケトルがあって、でマグカップではなくてですね、紙コップですね。コロナ対策ということでですね。でヘアドライヤーですね。何製だったかな、忘れましたけど。消臭スプレーと。アメニティですね。コーヒーと緑茶ですね。ホテルの案内と。冷蔵庫、コンセントも十分ですね。3つありましたね。ゴミ箱、
肥料と、こっちはベッドですね。ベッド周りにもコンセント、USB、あとライトですね。パジャマ広げるとこんな感じですね。テレビ、綺麗に映ってました。Wi-Fi が 63.6 メガで、アップロードが 65.5 メガ。まあ十分でしたね。有線はなかったんですけどね。窓からの景色は、隣接するビルもなくて良かったです。日差しもよく入ってて明るい部屋でした。チェックアウトします。